皆さん、こんにちは。三曜日です。中学入試問題算数に特化していつも解説しております。今日はこのような問題です。図のように AB イコール2センチ、AC イコール2センチの直角三角形 ABC があります。また、3つの円はそれぞれ ABBCCA を直径とする円です。円周率は3.14として計算しなさい。という問題を解説していきたいと思います。それでは早速解説始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 はい。今日は非常に難しい一題となっておりますがえ、必須の考え方になりますので、ぜひ受験する方、最後までご視聴ください。それでは、やっていきたいと思います。はい。まず問題文の条件、しっかりまとめていきましょう。まずは、AB イコール2センチ、AC イコール2センチの直角三角形って書いてありますけど、まあ、直角二等辺三角形ですね。直角二等辺三角形がありますと。 はい。また3つの円は、それぞれ直径とする円です。はい。これ AB を直径とする円がこれ。AC を直径とする円がこれと。BC を直径とする円がこれと。はい。というわけで、あとは円周率は3.14として計算してください。という問題になります。はい。まず1つ目ですけど、かっこ1番、太線部分の面積は何平方センチメートルですかという問題です。はい。というわけで、この面積を求めていくわけなんですけれども、 はい、この曲線部分を含む面積。はい、これいつも私の動画では言ってるんですけれども、曲線部分を含む、まあ長さとか面積に関しては、必ず一旦扇形にして考えるというふうにお伝えしてあります。では、扇形とは一体何かというと、扇形とは、はい、円を半径と半径で切った形を扇形と呼びます。例えばこのような扇形っぽい、 形してるんですけど、扇形ではなくて、円の中心から端っこまでが半径ですね。円の中心から半径、円の中心から半径を引いて切って、扇形にすると。円の問題は補助線、半径に引くことが多いわけですね。その理由としては、扇形にしたいからです。だから、ここの曲線部分はありますね。曲線部分を見て、一旦扇にしましょう。それでは、円の中心をしっかり取っていく。はい、円の中心は AB の真ん中。今回で言うと、 AC が 2cm、AB が 2cm なので、1cm1cm に分かれますね。はい。では、扇形にしましょう。曲線部分の端っこと端っこを半径で引きましょう。ズバリここになります。はい。すると、扇形ができました。あとは、中心角が分かればいいです。はい。これは、ズバリ90度です。なぜか、そもそもこれが 2cm2cm の直角二等辺三角形ですから、 角度は45度ですねこれ45度45度黒丸にしておきます45度45度でそしてここ 1cm であればこちらも 1cm つまり二等辺三角形であると二等辺三角形の定格は等しいのでこちらも45度になり 45+45 45は90だから180から引いて残りここが90度になるとつまり90度の扇形からここの直角三角形の面積を引けば求めることができます では、式書いていきましょう。はい、このような式になります。半径×半径×円周率の4分の1、90度ですからね。90度ですから、360分の90で4分の1引く、1×1×2 分の1。三角形の面積の公式の2分の1です。はい、計算すると。はい、このようになり、0.285平方センチメートルというのが正解になります。 はい。というわけで、カッコ1番0.285が正解でした。いかがだったでしょうか。はい。カッコ2番いきます。カッコ2番。これがメインですね。斜線部分の面積を求めなさいと。で、ここで、カッコ1番でこの太線部分出してくれたので、これをぜひね、利用していきましょうと。はい。というわけで、ここの面積求めました。すると、ここの面積も出すことができますよね。で、そうすると、 ここの半円の面積からこれとこれ引けばまあここの部分は出せるなと同じようにここの半円の面積からここの部分を出してこの半円の面積からここの部分を出せばまあ問題は解決するなとただこれやってみた人は分かるんですけれどもここの面積が非常に出しにくいです出しにくいんですけれども先ほどの考え方は同じここの曲線部分を見て扇形にすると今度はこっちですね 今度はこのような扇形からこの三角形の面積を引くという考え方でいいでしょう。はい、ということでこのような扇形からこの三角形を引くと。はい、ただ厄介なのが半径が分かりません半径に関してはこことここになりますね。この扇形の半径がこことここ。円の面積っていうのは半径×半径 ×3.14 円周率となっています。半径 が分からないと困ったなっていうことにはなるんですけれども半径が分からなくても半径×半径自体をが分かれば答えは出せるんです。これどういうことかっていうと今じゃあ半径四角にしますね。半径四角と置きます。こっちも四角ですね。今やりたいことっていうのは四角×四角×円周率の4分の1を求めたいわけですよね。半径×半径。 ただ半径かける半径って言い換えると四角かける四角ってここ正方形の面積とも捉えることができるんですよね正方形の面積だ正方形の面積の3.14倍だっていう風に捉えることもできる確かにこの円の面積ってここの正方形ちょうど3つとちょっとぐらい入りませんはみ出てますけどその分こっちにやったその分こっちにやったってやれば 正方形の部分の面積3つとちょっとぐらいっていうふうに捉えることもできる。だから四角×四角の正方形の面積を求めちゃった。じゃこの正方形の面積っていうのも結局半径いるやないかいってなるんですけれども正方形の面積って別に対角線×対角線 ×2 分の1使いましたよね。だから四角×四角っていう正方形の面積は対角線×対角線つまり 2×2×2 分の 1, 1でも求めることができるということです。だからこれ計算すると、約分されて2になります。四角×四角が2。つまり、ここの正方形の面積は2だと。四角×四角がね。で、ここにも四角×四角。これは、もちろん半径は分かりませんが、半径×半径、つまりこの正方形の面積の答えが2であることが分かったと。 はい。ちょっと変な感覚にはなりますけれども、半径は出せなくても、半径かける半径は出せるんだということです。で、そのために正方形の面積を利用して、2という答えが分かりました。はい。これを利用して、四角かける四角かける3.14かける4分の1、これですね。はい。これから引きます。えー、底辺に、高さ、ここも1ですよね。高さ1なので、2かける1かける2分の1で、 今何を出したのか。結局、この扇形からこの三角形引いたので、ここの部分の面積ですね。ここの部分を面積を求めたと。はい。というわけで計算していきます。はい。ということで、0.57平方センチメートルと。はい。というのが分かりました。はい。あとは作業的には、これからこれを引いて2倍して、えー、残りの面積、これを使ってね、えー、求めることになっていきます。はい。それではやっていきましょう。 はい。まず、ここの部分から行きましょうね。はい。この部分、青とするんであれば、はい。青はえ、1×1×3.14 のちょうど2分の1半円ですよね。半円から先ほど出した0.57を引く。引く0.57。はい。というわけで、青の面積、なんと、1になりました。はい。次に、胃の面積。ここを胃の面積とすると、あの面積と胃の面積は同じなので、まあ、アータスイというのは、まあ1、1たす1と。 とということで2平方センチメートルというふうにまずは求めておきましょう。はい、残りここですね、残り B と C。これも、これ同じく半径かける半径ですね、半径かける半径かける、はい、3.14の2分の1引く、先ほど出てきた答え、0.285。0.285が2枚あると。かける2と。 はい、四角×四角は先ほど2というふうに分かりましたので、これが2ですね。で、約分すると3.14引く、これ0.57ですね。はい、2.57。ここを、まあ、うにしましょうか。う、えー、にすると、う、はい、イコール2.57と。で、先ほどのアート、イート足して、2足す2.57で、4.57平方センチメートルと。 はい。というわけで4.57が正解になります。ただしこれは一般的な解き方で一応解きました。次やるのは受験テクニックでこの問題をもう一度解いてみたいと思います。はい。受験生の皆さんはここからしっかりよく聞いといてくださいね。はい。それでは行きたいと思います。受験テクニック一つ目。レンズ型の面積の公式を使いましょう。それは一体何かというと、 はい。このような形の面積を求めなさい。というときに、公式があります。え公式、正方形の面積の0.57倍で、この葉っぱ型とか、まあレンズ型って呼ばれるものなんですけれども、これの面積を求めることができます。で、これに関しては、また別な動画で紹介していますので、詳しくはそちらの動画を一致と えー、ご覧いただけると幸いです。えっ、ー、と、上のリンク欄に貼っておきますので、ぜひよろしくお願いします。はい。というわけで、今回はこれちょっと説明省略させていただきます。えー、0.57倍です。はい。ということで、えー、ここの面積見てください。ここが90度なので、これを正方形で囲えば、こうしてしまえばね、こうしてしまえば葉っぱ型ができるので、その葉っぱ型の面積の2分の1であると。 だから、こういう面積を今から求めるということですね。はい。だから、1×1×0.57、はい、倍の2分の1であると。要は0 5 7る2で0.285と。もう、ほんの2秒ぐらいで、括弧一1番はクリアできますよね。はい。すると、するとですね、ここの面積見てください。え、ここの面積も、 簡単に求めることできますよねここの面積も簡単に求めることだ。ここを囲ってしまえば正方形えっと葉っぱ型の公式はこれ間違ってほしくないんですけど1辺 ×1 辺 ×0.57 ではないですからね正方形の面積の0.57倍であるとつまり割合なんですこれ占めてる割合この面積が拡大されようが何にしようが正方形の面積であれば0.57倍はこの葉っぱ型の面積が求まると。 これの面積の一辺はわかりませんが、正方形の面積を出せますよね。対角線かける対角線かける二分の一があるわけですから。ここの面積に関しては、二かける二かける対角線かける対角線かける二分の一の。零点五七倍の二分の一、半分であると。この正方形の面積の葉っぱ型、零点五七倍の二分の一であると。 はい。このように求めることができて、0.57とすぐに求めることができます。はい。これちょうどいい関係になってますよね。ここの面積が0.285。まあ、まあ、つまり10って置いたら、これがちょうど2倍の関係になってますよね。0.57を半分にしたわけですから。はい。するとこちらも20になり、10になって、あとは同じ計算なんですけれども、もう一工夫しましょう。 先ほどここの面積が計算すると1になりましたよねこれ初めから分かってるんです1ってこれどういうことかっていうとあの面積とこの直角二等辺三角形ですよねこれ面積が同じになりますこれ詳しく言うとここの半円ですねこの半径半径 1cm の半円と ここの90度の扇形の面積が同じになります。で、ここが重なってますよね。重なってるので、ここの面積イコール、この直角二等辺三角形の面積が同じになります。ちょっと本当に一緒かどうかやってみましょうか。まずは、この半円の面積は1、1×1×、まあ円周率。まあ今回は π と置かせてもらいます。π×2 分の1ですね。これが、この半円の面積。 で次、ここの面積いきますね。この面積は四角かける四角っていうのはさっき2っていうふうに分かってましたので、これが2ですね。2かける π かける4分の1なので、これが約分されて2になる。つまり2分の π と2分の π なので、はい、これも2分の π ですよね。つまり面積が同じになり、この面積イコールこの面積。はい、もっと言うと、 この三角形が直角三角形直角三角三形で半円を描いて半円を描いてその直径を半円とするここの面積ですね。この三日月みたいな面積三日月みたいな面積はこの直角三角形の面積と同じになるっていう性質があります。これヒポクラテスの三日月っていうふうに言います。 三日月部分の面積は、ここの三角形の部分の面積と同じになります。例えば、ここの長さが6で8で10だった場合。はい、その、この斜線部分の面積、今からちょっと求めてみますけど、それの求め方は、この扇形、まあ半円ですね。半円と半円を足して、三角形を足して、最後、大きな半円を引きます。やってることはこうです。 半円足す、半円足す、真ん中の、これですね。真ん中の直角三角形引く大きな半円を引けば、これとこれが出せますよね。イメージつくでしょうか。6センチ、直径6センチの半円と8センチの半円と直角三角形を足せば、全体の面積が出て、そこから大きな半円を引くと。はい、実際やってみましょう。はい、これが、 3×3×π×2 分の1、はい。で、これちょっと置いときますね。仮にまあ A と置きたいと思います。で、これが 4×4×π×2 分の1。で、これに関しては5、5×5×π×2 分の1になるで、これ計算してもらったら分かるんですけれども、これが9。で、これが16。どちらも2分の1か,かかってますけど、ちょっと置いておきますね。で、これが25。 で、A は置いときます。で、これ見てください。9×π×2 分の1。16×π×2 分の1。合わせると25になるんですよね。25×π×2 分の1引く 25×π×2 分の1。要は何が言いたいかっていうと、これが、これと同じなので消えてなくなるわけですよね。要は直角三角形の面積だけが残ると。 でこれがなぜそうなるのかっていうとそれはちょっと中学校までお待ちください逆に中学生以上の方なぜそうなるのか、えー、きちんと証明してみましょうね中3以上ですね中3以上の方は、えー、しっかりと証明してみましょうただヒポクラテスの三日月これもちょっと覚えにくいのでこういうキャラクター作ってみましたはいこ,れこのキャラクターのお耳の部分の面積はお顔の部分の面積と全く同じですよと ここれがこうなりますとはいヒポクラテス君とも名付けましょうか。はい、というわけで、えー、今回アート E の面積はこの三角形の面積に同じになると。要は何をやりたいかっていうとこの円の面積からこれ,これとこれとこれとこれを引くだけで答えを出すことができると。はい、それでは最後やっていきたいと思います。 はい。というわけで、アート E の面積が、この直角三角形 ABC と同じである、ということを利用して、この円の面積から10、10102020を引きたいと思います。はい。というわけで、円の面積は四角、四角かける四角かける、円周率3.14であると。はい。今回ここは四角かける四角が2なので2、2かける3.14と。6.28。で、その次、10の部分、さっき0.285でしたっけはい。10のところが、 0.285で2丸の部分は0.57倍でしたね。0.57倍と分かっております。で今回欲しいのは2丸2丸2丸の6丸ですから、これのちょうど3倍でいきましょうか。3倍で、はい1.71と、はいというわけで6.28引く1.71で、はい4.57平方センチメートルと分かります。 はい、今回は、えー、葉っぱ型の半分ですね0.57倍を利用して葉っぱ型の半分という知識と、えー、いうのとヒポクラテスの三日月でした、えー、この三日月の部分の面積は直角三角形の面積と等しいことを利用してつまり透析変形ですよね透析変形をして1つの円の中になるべく収めようとしたとで残りの円の面積から、えー、10102020つまり60の面積を引いてこの問題を解決したと はい。という,ような受験テクニック盛りだくさんな問題でした。本日は少し長くなりましたが、大事な考え方の一つとして、えー、心に留めておいていただけると幸いです。長い間ご視聴ありがとうございました、えー。このやり方が良ければチャンネル登録、高評価、コメントいただけると幸いです。はい。また34 LINE 公式アカウントもやっておりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。本日は以上になります。ありがとうございました。